憶の大精霊フォギ、想像以上に危険な存在。私はなんてものの封印を解いてしまったの。忘れてしまう。欠けていく、消えていく、失われていく。私のすべてを忘れてしまう。歌う喜びも、カルミナとして立った舞台の高揚感も、あの人への生まれて初めて抱いたあったかい気持ちも全部、ああ忘れてしまう。私これまでどうやって歩いていたの？呼吸は？鼓動は？私どうやって？私？私って何？誰？それすらも忘れて？いつまでも他人行儀なのはどうかと思うぜ。一緒にサレンディア救護院で仲良く同じベッドで寝て、食卓を囲んで共に暮らしてる家族だろ。ほら、プー吉もこう言ってる。まあ、アヤネは同じ年頃の連中に比べてもガキっぽいからな。あんまりお姉ちゃんって感じがしないって言われたら、実際その通りなんだけどさ。ひどいよプー吉、一言余計なんだから。いつもあんまり意地悪だと燃えないゴミの火に捨てちゃうよ。あれ、ごめんなさい、今のは嘘。冗談冗談、私ったら心にもないことを言った。こんな悪い子のところにはサンタさんも来てくれないね。ごめんねごめんね、謝るから許して。絶対に捨てたりしないから、プー吉といつも一緒。わあ、ちゃんと前見て歩かないと転ぶよ。あやねちゃん、すごく寒くて路面が凍結してるから。くるみ大丈夫？ダメだな。あやねちゃんを偉そうに注意しておいて、自分が転びそうになっちゃった。怪我してない？気をつけてね。うん、大丈夫だよ。お兄ちゃんがとっさに抱き止めてくれたから。ありがとう、お兄ちゃん。もうじき楽しいクリスマスなのに、怪我してベッドから動けなくなったりしたら最悪だもん。うんうん、イブには救護員のみんなでパーティーもするんだし、怪我したり風邪ひいたりしてたら大変。せっかくのクリスマスが嫌な思い出になっちゃうよ。本当に楽しみ。救護員のみんなと初めて一緒に過ごすクリスマス。うん、目いっぱい盛り上がっちゃおう。サレンディア救護員のみんなで、家族でね。うん、救護員の全部を飾り付けして、おっきなクリスマスツリーを飾って、パーティーの日には歌って踊って眠くなるまで遊んで。やー、こんなでかい七面鳥と甘いケーキを食べちゃうの楽しみ。それで幸せな気分で眠って、朝起きたら枕元にはサンタさんからのプレゼントが。夢みたい。はあ、もう早く来い
リスマスが楽しみじゃなかったりする？あ、お兄ちゃんは記憶喪失だからクリスマスが何かわかんないんじゃ。ん？でも私、お兄ちゃんにクリスマスの説明したよ。お兄ちゃんは新しく覚えたことはあんまり忘れないはずだけど。うわっ！お兄ちゃん！急に動いちゃダメ！びっくりするから。お兄ちゃん、いきなり走り出したね。どうしたんだろう。あれ？見て、あやねちゃん、道端に誰かが倒れてる。さん。あ、ほんとだ。あの人誰だろう。お兄ちゃんの知ってる人かな。なんか名前を呼んでる。わかんないけど、こんな寒いのに道端で寝てたら凍死しちゃうかも。とりあえず屋内に運ばないと。お兄ちゃん、その人運べる？任せたから。私たちは救護員に先に行って暖炉とかの準備しよう。くるみ。うん。あ、起きた。大丈夫？今すぐ暖かい場所に連れてくから死なないでね。死とは何でしょう。怖い怖い。それは確か失われるということ。欠けてしまう。忘れてしまう。怖い。私はそれが怖い。来る、あいつが来る。ボギーがやってくる。全部